兄がサッカーをやっていて、その流れで僕もサッカーを始めました。自分が歩けるようになった頃から始めました。葛西です。練習や試合の後、毎回父親に怒られて泣いていたことが印象に残ってます。北山東部中学校です。最後の夏の大会でオンゴールをしてしまった友達がいて、その友達が次の日に坊主で帰ってきたことが思い出です。自分は就職がしたくて、就職率の高い上工業高校を選びました。先輩たちのサッカーへ取り組む意識がすごく高く、とてもいい印象でした。走り負けないことです。去年は県大会に出場することができなかったので、今年は県大会に出場することが目標です。